こんにちは。この動画はオーガニック素材を使ってちょっぴりヘルシーにアレンジした毎日の優しいおやつをご紹介しています。今回は米粉で作るサクサクホロホロのスノーボールクッキーになっています。こんな感じで丸い可愛いあのクッキーが出来上がりますので一緒にお願いします。準備しておくこととして天板にクッキングシートを用意しておくことと、寒い季節はココナッツオイルがちょっと固まってしまうので湯煎にかけて溶かしておいてください。材料はこんな感じになっています。あの仕上げの粉砂糖もお家にもしあのミルサーみたいなものがあれば、あのわざわざ買わなくてもお家にあるお砂糖で作れます。で米粉 80g なんですが、私は有機米粉、無農薬のお米を使わせてもらっています。で有機アーモンドプードルも 10g 入れます。さっくり感と風味が増します。で片栗粉を 10g 入れるんですけど、玄米胚芽粉とか大豆粉とかきな粉とかでも代用は OK です。で自然塩1つまみを入れます。で有機砂糖を 20g 入れます。ぐるぐるとあのスプーンとか泡立て器で全体を混ぜていきます。で有機ココナッツオイル溶けたものを 10g 先に入れて、でその後圧搾絞りの菜種油 35g を入れます。癖のないあの米油とか太白ごま油とかでも代用は大丈夫です。で油を入れ終わったらボウルを全体的にぐるぐるとあの手であのボウルの側面をこするようにしていくと、どんどんと生地があのひとまとまりになってくると思います。もうほとんどあっという間にこんな感じでできちゃうのでとっても簡単にできます。でここからはあの丸くちっちゃく丸くくるくるとやっていってもらう感じですかね。力を入れすぎてしまうとクッキーが崩れてしまうので、優しく丸めて形を作ってあげて、あの丸くしていってあげてください。全体で16個くらいできましたかね。はい、大きさはお好みで作ってみてください。こんな感じにできました。でオーブンに入れます。余熱なしの170度で20分焼きます。お使いのオーブンによっても違うと思うので、あの見てみてください。で焼き上がったらスイッチをオフにして15分くらいそのままあの入れて水分を飛ばしていきます。これは粉砂糖を作っています。お好み の, あのお砂糖を入れてもらってミルサーでガーッとやってもらえれば、あの市販のほど細かくはならないと思うんですけど、あのお家でもこんな感じで手作りで作れます。であのオーブンで冷ました後、しっかりと天板でまたあの外に出してから完全に冷ましてもらって、あのお砂糖 10g と片栗粉 3g を入れました。抹茶味にしたい時は抹茶 1g とか入れたり、あのフルーツパウダーを入れたりしても美味しいです。片栗粉はあってもなくてもどっちでも大丈夫です。でビニール袋に入れて混ぜてもらったら、そこにクッキーをあの入れてもらって、もちろんお皿とかでも大丈夫なんですけど、ふわっとこんな感じでまぶすと楽なので、私はいつもこんな風にまぶしています。でちょっとお砂糖が少ないかなと思ったら足してみてください。ここら辺はお好みの分量でいいのかなと思います。これでもう出来上がりです。もう本当にあっという間に簡単にできます。出来上がりました。丸くてコロンとして可愛くてさっくりあの美味しい米粉のスノーボールになってます。ヘルシーです。今回もご覧くださりありがとうございます。いつもありがとうございます。次回は9月28日火曜日午前11時からです。